えっ、ーんんえーえー、と今日はですね初めてあの音声ブログというものをやってみようと思ってこうやって、えー、一人でですね深夜、えー、ど田舎のですね自分の家の自分の部屋でこうやって喋ってるんですけどもあのー、基本的に僕ずっと1年ちょっとぐらいね毎日ブログを更新してまして。 えー、たまにサボる時あるんですけどサボる時はたいちょっと忙しい時で、うんまあ、これ全然言い訳なんですけどあの基本僕千葉のねほんとどいなかであのずっと作曲の仕事をですね家でやっておりまして本当ともう真っ暗なんですよ周りとかもうどいなかでであの特に今月とかねあの本当嬉しいことなんですけど 年末までも仕事がもう詰まっておりましてもう毎日毎日、えー、曲をですね、えー、作ったり歌詞書いたりしてるんですけどあとあの自分のやってるねロジェックの、ねあのー、音源ちょっと来年リリースしようと思ってるんでその音源作ったりとかね同時進行でやって、えー、なかなか忙しいんですけど、あのー、その忙しい時ってやっぱり結構 ブログ書くのねめんどくさい時あるんですよね文章を書くって文章を書くの自体は嫌いじゃないんですけどあのー、やっぱね書くのすげえめんどくさい時あるんですよでちょっと昨日ふと思ったのがだったらこうやって空いた時間に喋ってそれをアップすりゃ早いんじゃねえかなと思ってこの音声ブログっていうのをちょっと思いついたんですけど えー、ただあのー、これねロジックという機械で撮ってなんかそう YouTube にねアップしたりしてどんだけ手間がかかるのかっていうのが全然ちょっと読めないんでこれやってみた後にまあこの後多分 YouTube にアップすると思うんですけど、あのー、やってみてすげえめんどくさかったら多分もうやんないと思います。<laughs> あのー、普通にに文章でブログを書くのに 戻ると思うんでもうこれが最初で最後かもしれないんですけどまあ、ちょっとあのー、今回はね音声ブログっていうことで初めてやってみようと思いますあとあの田舎いるとね本当にしゃべんないんでもうずっと部屋にこもってるからもうやっぱね全然喋れなくなるんですよ今もちょっとたどたどしく喋っちゃってるぐらいなんで本当になんかあのあのー、たまにテレビ見て <laughs> 笑ったりとかあとあのウォーキングデッドみたいなの最後のね次につながる最後のところでおまじかよみたいなこと言ったりとかしてもうそんぐらいしかねあんましゃべんないんですよだからあのこうやってしゃべることによってちょっとね喋る訓練というものになればいいかなと、えー、思うのもあり音声ブログやってみようと思いますでちょっと第1回目はね何に言って 関してて喋ろうかなと思ってんですけど、えー、僕のブログなんか音楽のこととかね自分のこととかいろんなこと喋ってるんですけど都市伝説のことも結構、えー、書いてるんで喋ってるんじゃなくて書いてるんで、あのー、ちょっと都市伝説のことを今回第1回目話してみようかなと思います。えー、というわけでですね第1回目の音声ブログのネタは、えー、都市伝説の、えー、アカシックレコードというものについて えー、ちょっっっとと喋てみようと思ってます、えー、このアカシックレコードっていうのは何かっていうと <laughs> あの何、ー、て言うんですかね今僕たちが住んでる存在してるこの世もうこの世っていうか、まあ、宇宙全体で起こる出来事がもう全て記録されている、まあ、場所というか存在というかものというか うん、それがあの僕が今ね喋ってるの、えー、この時間帯、まあ、0時17分、うん、でこの音声ブログが何時に終わるのかとか何時にアップされるのか、うん、で次に僕がライブとかレコーディングの仕事で都内に行くのは何月何日の何秒か、うん、何時何分何秒かっていうところまでアカシックレコードには細かくもう記録されてると。 うん、といいうものらしいんですよねでやっぱりこのアカシックレコードっていうのを自由に、あのー、行き来できるというか、まあ覗けるというか、あのー、いう人は限られていてアメリカの預言者のエドガー・ケイシーっていう人がいてこの人がすごくアカシックレコードの中では有名でもう好きな時にアカシックレコードにアクセスできる数少ない人物の一人だと言われていますエドガー・ケイシー。うん であのまあ、それがねどこにあるかとかそういうものじゃなくてあの物理的に行ける場所じゃないんですよねアカシックレコードっていうのは。何、うん、ていうのかな自分の意識の中でつながれる場所というか、うん、<laughs> だんだんちょっとわけわかんなくなっていくと思うんですけど。えー そのアカシックレコードの中には全ての出来事だけじゃなくて、まあ、例えば今まで、あのー、作られてきた芸術作品とか絵画とかあとまあ映画だったりあとまあ曲ですよね音楽そういったものが全部入ってるって言われてますアカシックレコードの中にうんだから例えば僕ミュージシャンですけど作曲する時っていうのは まあ僕が作った歌のメロディーとか歌詞っていうのは僕が作ったかに思えていて本当はアカシックレコードからそれを持ってきてるだけだっていう説があ,のあるんですよ。うん、で結構これってその何て言うのかなそのミュージシャンとして音楽を作っているとちょっとやっぱりあそうなのかなと思う時があって、あのー、曲を作る人だったら 誰でも覚えがあると思うんですけど何、あのー、て言うのかな降りててくるるって瞬間があるんですよね、あのー、机の上に向かってパソコンずーっといじってもう頑張って頑張って作るっていうんじゃなくて、あのー、歌のメロディーとかがもうパッて思い浮かぶやっぱり瞬間があるんですよ。であの本当にね頑張ってピアノで作ったりとかギターで作って頭で考えて作った曲って 時間かけても34時間とかかけて作った曲っていうのはあのー、作曲の仕事とかでもあの先方のクライアントさんから「うんちょっとイメージ違いますね」みたいに言われたりすることが結構あってでも、あのー、2日とかも頑張って頑張って作って全然できなくて「あもういいや」っつってもう「風呂入ろう」って風呂入った時に3曲一気にできるとかもうざらにあるんですよ。うんで そういう時にパッてやっぱり浮かんだ曲の方が圧倒的に採用率が高いというか、うん、自分でバンドやってた時もそういう曲の方がやっぱり圧倒的に受けが良かったりするんですよね。でそういうのってやっぱり自分で作ってるっていう感覚じゃなくてなんかやっぱりほんと降りてくるっていう感じなんですよね頭の,あの中にまあ上から降りてくるというか。 うん、頭の中にポッと生まれたというか、うん、これはあの絵画、ね、絵を描く人だったりデザインする人だったり、あのー、それこそ、ね、映画撮る人とか、うん、結構共通してあることだと思うんですけどあのそういういいのっっってやっぱりちょっと多いんですよでもしかしたらその時にアカシックレコードにアクセスしていて、うん、そこから曲を持ってきてるんじゃないかっていう。 あのことなんですけどアカシックレコードについて調べてみると、あのー、アカシックレコードを、あのー、存在すると主張する人の話によると全く今僕が言ったその通りらしいんですよね、うん、もう本当に何て言うんですかねやっぱりなんか人間って物を考えて頭を使ってる時はアカシックレコードにアクセスできなくてなんかリラックスして無の状態になっている時にふっと 自分のまあ意識がアカシックレコードとつながることがあるらしいんですよ。うん、でそういう時にアカシックレコードから <laughs> あの自分の、ね、やってるミュージシャンだったらミュージシャン絵描く人だったら絵描く人っていうそのまあアイデアが自分の意識の中に降りてきて、まあ、それを形にするのが僕たちの仕事だと。うん、でそう考えると、あのー、今まで僕散々曲書いてきてまあこれからも書きますけど それ一曲も僕が作った曲ないっていことになるんですよね。全部アカシックレコードから僕があの持ってきたというかまあ借りてきたというかあのものになっちゃうんで一曲たりとも僕が作った曲ってないっていう話になっちゃうんですよ。非常に残念なことに。うん。であの何て言うのかなあの普通の人でもやっぱりそう考えるとリラックスしてるときとか アカシックレコードとつながるっていうことがまあ,ありえるわけであの何、ー、て言うのかな例えば全然ミュージシャンじゃない友達とかも「俺昨日寝てる時すげえいい曲思いついたんだよ」もう俺結構天才かもしれない」みたいなこと言うやついるんですけど、あのー、それはやっぱり誰にでもあるらしいんですよね。たたただ彼はやっぱりその僕たちみたいに、あのー ミュージシャンとして音楽を形にするっていう技術がないだけであって彼がその音楽を形にする技術を持ってたら彼も作曲家になってるかもしれないということなんですよ。だからあの全てのアーティストっていうのはなんでその、ね、音楽だったら音楽の勉強をするかっていうとアカシックレコードから頭の中に降りてきたものを具現化、まあ、形にするためにそういう勉強をしてるんだっていう主張する。 人もいますよねアカシックレコード論者によるとうん。そうなるともうそのものづくりの概念というのが変わってきてあの僕は、ね、いつも曲作る時とかもうすっげえいい曲作ってやるみたいなモチベーションで作るんですけどあのそれはもう全くちょっと逆のことになりますよね。自分が作るんじゃなくていかにアカシックレコードからそれを持ってくるかっていう。 作業になるんですよ、ね、うんあの何、ー、て言うんですかねだからそこはちょっとやっぱりまずあのアカシックレコードがあるかどうかもわからないし本当に存在するかどうかもわからないしあのー、ね何とも言えないところですけどうんそれがもし本当だったらアカシックレコードからあのー、ねアイデアをうまく取り入れる方法 さえわかれば、もう一流のアーティストになれるという可能性がありますよね。うん、でちょっとそれ僕ね、あの考えてます。結構 <laughs> 自分で曲を作るっていうよりかは、いかにそのなんていうのかなリラックスできる状態うーんに自分を持ってくるかっていう作業っていうのはちょっとやっぱり作曲してる時にあるかもしれないですね。うーん。 もう僕の同業者の方とかあとまあアーティストの方とかは、うん、ちょっとアカシックレコードの存在は意識してみてもいいんじゃないかと思うんですけど、うん、であのさっきミュージシャンとかじゃなくても誰でもねアカシックレコードにアクセスできる可能性があるという話をしましたけど完全にアカシックレコードにアクセスしてる状態っていうのが。 もああるるらし,あるあらしいうか、まあ、あるんですよねそれは毎日みんなまあおそらく地球上の人類全員が共通してやってることなんですよそれってそれ何かっていうとこれ都市伝説トークライブだったらここであのクイズに出すところなんですけどこれ音声ブログなんでちょっと答え言っちゃいますけどあのー、毎日皆さんやっぱり寝るじゃないですか必ずうん就寝するんですけどその えー、布団に入って横になって、えー、寝る直前ですね寝る直前っていうのが、えー、一番アカシックレコードにみんなアクセスしてるらしいですで寝る直前に曲できることとかやっぱねすっごいあるんですよ、うん、その時になんかすごく不思議な状態になったりとか、うん、そのその,その状態を編成意識状態って言って、うん、その編成意識状態になっている時は誰でも まあ、アカシックレコードとか、まあ、あの世につながってるらしいですね。うん。で、その、なんだっけ、編成式状態。えっと、なんだっけ、何発音しすか。ああ、そうそう、あの、座禅ってあるじゃないですか。あの、お寺とか行ってやるやつ。あの、ね、正座して、ずーっと座って、動いたら、お嬢さんにパーンって肩叩かれるやつ。あれ、俺、子供の頃に、 これ何のためにこいつらやってんのかなと思ってもう動,い動かなくて暇だし正座で足痛くなるしねハゲに後ろからパーンと叩かれて肩痛くなるしこれ何の得がってやってんのかなと思ったんですけどあれね意味あるらしいです。それ何かっていうと人間っていうのはまあ基本的にずっともう思考している考えてる時間っていうのがほとんどなんですよね。そのの考えてている時間うがくくなくて あの頭を無にしている状態に変性式状態になるのでその変性式状態になった時はアカシックレコードにもつながるしあのこの世のねこの世以外の場所にもずっとアクセス頭がアクセスしているらしいんですよあの。この宇宙の中でこの世っていうのはものすごくちっちゃいものらしいんで、うん、今僕たちがいるこの現世以外にものすごいたくさんの世界が実は広がっているらしくて。 うん、あの僕全然宗教とか入ってないですよ宗教とか関与してないんであの僕の友達安心してもらいたいんですけど、あのー、なのでやっぱり、うん、考えるってことは本当はあんまり良くなくてできるだけ頭を無にする状態っていうのがいいらしいんですよねそれはやっぱり昔の仏教の人とか、まあ、あとブッダですよねブッダはもう分かっていてあの人間の修行で一番いいっていうのはとにかく変性意識状態に自分の意識を持っていくことが一番いいと。 うんでよくあの人間の脳っていうのはあのー、30%ぐらいしか使ってなくて残り70%は、えー、秘めた力を持っているっていう話聞いたことある人いると思うんですけど変性状態にになるることよよってその70を引き出せるらしいんですよ、うん、だから座禅っていうのはあ,のああいうことを繰り返すことによって自分で自発的に変性意式状態に自分の頭を、まあ、自分の意識を持っていく。 そう考えるとあの <laughs> え何、ー、つうのかなサンドバッグで蝶を叩いたりとかすっげえ走ったりとかそういうトレーニングよりもあの座禅が一番トレーニングの中では最強のトレーニングになるんじゃないかっていう、まあ、話にもなってくると。うん、僕はまあ座禅ってあんまりやったことないんですけど、まあ、座禅とかと瞑想ですね。 うーん瞑想って僕やったことあるんですけどただ瞑想ってほんと難しくて何も考えないっていうのが一番簡単そうで人間実は一番難しいんですよね、うん。瞑想をしてみて何にも考えないようにしてると必ず何かね考えない考えないって思うようにすると考えちゃう。うーんやっぱり、あのー、そう考えると座禅とか瞑想って究極の。 修行なのかなと、えー、思ってくると同時に「アカシック・レコード」っていうのが、まあ、もし本当に存在するとしたら、あのー、我々のまあ生活というか人生、まあ、本当に、あのー、もしかしたら人間が生きている意味っていうのって、まあ、人間の永遠のテーマじゃないですか。うん、その人間が何でこの世に生生まれてきて生きててききいるかっていう意味 もうレコードを通じててかるることができるっていうそう考えるとアカシックレコードってものすごく、あのー、人間にとってすごい重要なものになってくるなっていう、えー、ことを考えるんですね。うんまあアカシックレコードが本当にあるかどうか分からないし、えーね、アカシックレコードはすごく奥が深い話なんでまだ僕も全然 あの今ね話したことだけじゃアカシックレコードの1%も多分話せてないんじゃないかなと思うんで、えー、僕が話せるのはこのぐらいなんですけど、まあ、もっと、あのー、アカシックレコードについて詳しいことが分かったりなんかね新しい情報が手に入っている俺アカシックレコードにアクセスできるんだよみたいな人間に俺たまに会うんですよそういうやつに。あーで次そういう,そういうやつにっったらちょっと、まあの ここで、ね、ブログで報告しようと思っています。はい。ただ、この音声ブログはね、ちょっと今後もやっていくか全然分かんないんで、えー、まあでも、ブログ自体はね、ずっと続け,とて,続け,続けていこうと思うんで、えー、今後のね、そういうのを楽しみにしていただければと思います。で、それと、今日、都市伝説トーク話したんですけど、来月の1月13日、 にえー、都市伝説トークライブね、1年以上ぶりですかね、今年はもうずっと作曲の仕事したんで、えー、都市伝説トークライブ久々に行います。1月13日の水曜日、えー、日吉の、ね、カレンダーカフェっていう僕の友達がやってる、えー、カフェで行って、えー、ジャムセッションとかも間に入れて30分。あのー、僕の友達とね、あとバンダーパートの原っていうベースのね、めちゃめちゃベースいいベース弾くやつが。 ジャムセッション参加してその後に原も都市伝説1個話し,た話してもらうっていうまあ話させるっていうね <laughs> 企画をやろうと思ってるんで,でジャムセッションなんかもまさしくもう本当に編成式状態の塊みたいなもんでその時その時にミュージシャンがね考える前にやっぱり音を出していくんであれこそ本当にもうアカシックレコードにみんな入ってる瞬間だと思うんですよ、うん、だからアカシックレコードを体験するっていう意味でもその都市伝説トークライブ ぜひ来てもらいたいと思います。詳しくはロジェックのホームページ logeq.jp のライブスケジュールに書いてありますので、何か分かんないことあったら info.logic.jp に、ね、メールしてくれれば僕が直じ々きじきに、まあ、僕一人でやってるんでロジェックって、直じ々きじきにメールで質問に答えさせていただきます。<laughs> あとあのその次の週の23日、ロジェックの、ね、ワンマンライブを、えー 高円寺のスタジオドムっていうスタジオでね、まあ、レンタルスタジオですね本当あのバンドが練習するスタジオですそこでちょっとライブをやろうっていうのを企画してるんですけどあのー、ちょっと前にねトラップインスタジオっていう名前で仲いいバンド4バンドぐらいでそこの高円寺ドムのスタジオでライブやったんですけどもこれが楽しくてですねもう自由でね普通のクラブとかライブハウスももちろん楽しいんですけど それとはまた違うう楽しさがあるイベンンントになったたんでで今度はロジックワマンでやろうと、うん、ただやっぱりあのハードコアの人とかが結構スタジオでライブしたりするんですけどあのロジェックのお客さんはまあ多分スタジオとかでライブ見ない人が多いと思うからあんまりね予約がねまだ芳しくないんですよ正直言って全然、うんね、少人数でねあの楽しくやるってのはありなんですけど。 まあできれば、あのー、こっちも遊びに来てもらいたいんであの、スタジオがどういうとこかとか、すっげえ汚えんじゃねえかとか、トイレくせんじゃねえかみたいな、あのー、が <laughs> あるのかなと思うんで、その辺もブログでね、前回のあのライブの様子とか、動画アップしたりして、ちょっと皆さんの心配を緩和させようかなっていうのも考えておりますんで、えー、1月13日の都市伝説トークライブと1月23日のロジェックのワンマンライブですね、こちら。 ぜひ遊びに来てもらいたいと思っております。えー、というわけで、この音声ブログ、えー、一発目、ちょっと全然喋りもね、こういう、あの、トークライブでお客さんに話すのをやってるんですけど、一人で部屋で喋るっていうのは全然慣れてないんで、なかなかちょっとおぼつかないとこあったかと思いますけども、あの、もし機会あればまたやろうと思いますんで、あの、それこそあの、えー、夜ね、寝るときに、 寝ながら聞いたりしてくれるとそのままね変意式状態にスーッていっていい眠りにつけるんじゃないかとあの勝手に思っておりますんで、えー、よかったらまた、えー、聞いてください、えー、それでは最後まで聴いていただいてどうもありがとうございましたリクでした